はい、どうもお疲れ様でございます。鍋でございます。ちょっとウィンカーの音がチッカチッカ聞こえてるかもしれませんけど、今日はちょっとねアングル変えて、お伝えしたいと思います。今日またちょっとパンをね、いただきたいと思います。今日もまたね、私からしたらちょっと変わり種を買ってみました。だいぶ冒険しました。本日はこちら、セブンイレブンさんで購入しました、ブルーベリー&ホイップ、濃厚ブルーベリーソースの、ブルーベリーソースの甘酸っぱい味わいということでね。あとは、いちいち説明しねえよと。とりあえず食ってみろということでね。あまり説明がありません。ホイップ嫌いじゃないけどね。ホイップとブルーベリーってのはどうなんだろうね。こんな感じね。色はいいですよ。鮮やかな紫とね、ホイップも白い、そういう綺麗な感じの2層がね。すごい。ちょっと動画でも出してるかな。この間ローソンさんの、小倉ホイップ食べたんですよね。でその時はね、ホイップの香りがほとんどなかったんですよ。で、小倉の味はもちろんバンバンするんですけどね、もうちょっとホイップ強くてよかったんじゃないかなという感想だったんですよね。これはね、ホイップすごい、めっちゃホイップの香りする。すごい。これだんだん顔がちっちゃくなってくるね。いやーすごいわ。うまいっていうかな。まあうまい。一番最初に口に含んだ時は、ブルーベリーの香りがね、甘酸っぱい香りがふわっとしたんですよ。ほわっと思ったら、噛んだ瞬間、もうホイップの香りですよ。すげえ。ブルーベリーの酸味がね、なんていうのかな、ホイップをヨーグルト風味みたいに錯覚させちゃうかな。こんな感じ。ちょっと見づらいかな。そうだ。ブルーベリー風味のヨーグルトを挟んでいただいてるみたいな感じ。まあそんな単純じゃないかもね。もっと複雑なんだと思いますけどね。でもちゃんとホイップの香りもしていいですよ。ただね、これ毎日食べたいかっつったらね、ちょっと胸焼けするね。お茶がいいな。お茶飲みたいな。美味しかったですね。一体私は何を映したいんだろうっていうね。この後にガラガラになってますけどね。まあいいか。まあ、たまに食うならいいんじゃないですか。とんでもなく、びっくりするような味じゃないですね。まあもちろんコンビニさんが出してるから、ある程度はね、自信を持って出されてるんでしょうけど。はい。ということでね、今日はセブンイレブンさんのブルーベリー、ホイップ、ご紹介しました。いや、最近ね、ちょっとラジコンがね、組み立ててられません。めちゃくちゃ忙しいかっていうと決してそうじゃないんですよ。ちゃんと時間を作ろうと思えば作れるはずなんですけど、もう私がねちょっとまた体調っていうか、なんかねこうパッとしなくてですね、あまり進んでませんね。はい。そんなんで、取りためてた動画を編集してまたラジコンね、動画出したいんですけども、実際の現時点においても組み立てそんなに進んでないっていう。
状態になってますんでね。いや、これ本当に春までかかりそうだな。